ストランドに落下した巨大隕石の除去作業は昨夜終了しました。周辺エリアは現在調査復旧のために封鎖されています。次の発表があるまでは皆様該当区域には近づかないようにお願いします。皆様の安全は皆様の政府が保証します。その日は出動要請もなく、俺は時間を持て余していた。いいよね、元気よく遊んでればあったかいご飯とベッドが待ってる。遊ぶのが仕事だもんね。そうですね。でもお兄さんはそれじゃダメだろう。いい大人が真っ昼間から公園でぼんやりしてるなんてよくないよ。俺ですか？そう。お兄さん仕事してないの？いや、今日は仕事がたまたまないだけで。どんな仕事してんの？それは連絡が来て働くっていうか、要するにバイトね。まあそんな感じですかね。だったらさ、いい仕事があるんだけどやんない？いや俺はいいですよ。いろいろ条件はあるんだけどね。給料はかなりいいよ。稼ごうと思えば短期間でかなりいけるよ。もちろん現金で支払うし。本当俺は大丈夫ですか？本当に？残念だな。まあやる気になったら連絡ちょうだいよ。タマル。私タマルです。美味しい仕事世話するから。働く喜びを感じましょう。やりがいのある仕事とくつろげる部屋を提供します。手続きは簡単です。失業率 0% 達成へ向けての新たなる試みとして、政府は労働意欲の向上を促すプロジェクトチームを編成しました。おちゃんか？おい、どうした？どうした？おちゃん、しっかりしろ。20日金曜午前0時30分、デルタエリア J201 のウエストパークで脳が異常収縮した男の遺体が発見された。同様の犠牲者は判明しているだけでも13名。エイリアンによるキャトルミューティレーションの可能性が高い。エージェント K と共にミッションに当たれ。脳が縮まるってどんな感じなんだろうな。案外快感かもしんないぞ。何かの薬の副作用ってこと？解剖では何も発見されなかった。まるで脳の中身が絞り取られたかのように縮んでいる。本当にエイリアンの仕業だと思うか？だから俺たちに捜査の指令が出たんだよ。目的は脳を小さくしてどうする？無能な連中を大量に作り出して地球を征服しやすくする。もしくは征服した後に扱いやすいようにバカばっかりの星にする。死んだ連中は失敗して脳が小さくなりすぎたんだな。奴隷を作り出すってことか。まあその可能性もなくはないと思うが。お前も脳みそ縮んだか？冗談だよ。まあ何にしても奴らの目的は地球侵略だ。いやそうとは限らないだろう。それ以外に奴らが俺たちの地球で何をやってるんだっつうの。最新の被害者だ。現場で手がかりを探す。そこはタマルという男から声をかけられたあの公園だった。被害者は島崎雄二35歳、住所不定。ここをねぐらにしていた。こんなところで寝起きしなくても政府が仕事と住む場所を斡旋してくれるんじゃないのか？
ましょう。やりがいのある仕事とくつろげる部屋を提供します。手続きは簡単です。みんな嫌がるきつい仕事だ。逃げ出したホープレスの連中が公園で隠れるように生活している。ホープレス、希望を失った怠け者の負け犬だ。誰が言い出したか知らんが、ホープレスとはよく言ったもんだな。ホープレス、中学生でも知ってんぞ。ここだ。発見された時は身ぐるみ剥がされていた。目撃者はいるかもしれない。ホープレスの仲間か。やめろ。なんだ、邪魔すんなよ。すぐだ。しよ、希望はなくても喧嘩する元気はあるみたいだな。なんだよ、話せよ。聞きたいことがあるんだ。ここで死んだ島崎さんを知っているのか。あんたら警察か。違う、安心してくれ。君は島崎さんの友達なんだろう。ああ、お茶にはいろいろ世話になってた。なのにカバンを取ったのか。呆れたな。カバンを取ったのはあいつだよ。それはお茶のだ。返せよ。奪い合ってたのは金か。それでお茶に墓立ててやるんだ。私、田丸です。おいしい仕事世話するから。はいはい、ご心配なく。あ、ちょっと電話入ったみたいなんで。はい、毎度どうも。もしもし。おーおーおー、はい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 。いや、覚えてますよ。これのお兄さんでしょ。俺と友達二人なんですけど。はい、今からですか。詳しいことはさ、電話じゃ言えないんだけどね。時給はいいよ。うん、相場の2倍以上保証で現金払い。あ、ところでさ、1週間泊まり込みで働ける？あの人たちも待ってるんだろうか。ああ、連中は現金のためにヤバい仕事でもやるしかないからな。現金のため？連中はカードを持てない。頼れるのはキャッシュだけだ。報告じゃ被害者のホープレスはみんな死ぬ前に急に金回りが良くなってる。この件に田丸が関係してるのは間違いない。なあ、お前どうしてエージェントやってるんだ。なんだよ急に。危険な仕事なのにどうして。地球を守るためか。それにしちゃ給料安すぎるよ。ちゃんと信念持ってやってるんだな。当たり前だよ。お前だってそうだろう。俺は来たぞ。急げ。ジン、気をつけて。ホープレスを集めているあの男には何かある。気を許してはダメよ。待ってくれ。俺も頼む。先は教えないってわけか。
来ました。あ、土橋君ご苦労様。はいはい、どうも。はいどうも。はいどうも。どうもどうも。お兄さんよく来てくれたね。人間やっぱり働かないとね。あの、お金欲しい？欲しいに決まってんだろ。いいね、私あんたみたいな人好きだよ。稼げんだろうな。早く仕事させろよ。まあそう慌てないで、仕事は逃げないからさ。あ、基本的にね、仕事は2種類ある。どっちを選ぶか君たち次第なんだな。どんな仕事だよ。時給はまあまあできついけどリスクのない仕事と、時給もすごく良くて楽だけどリスクのある仕事、どっちがいい？リスクって何ですか？大したことじゃないよ。まあ見てから決めてくれればいいから。いや、まだ拡張中でね。あれは基本的にはあれを作る仕事なんだ。何の装置だ？知ってどうするの？だってほら、何を作るかわからないで働くの嫌じゃないですか。へえ、そう。そんなこと言われたの初めてだ。じゃあ次行こうか。どう見てもまともな装置じゃないぞ。この工場自体普通じゃない。地下にこんな。一つは今の作業、まあ要するに肉体労働だね。でも考えなくてもいいからその分楽だよ。同じ時給で精密部品の組み立てをする仕事もあるんだけどね。そっちは単純作業だけど神経使うからね。いやでもできれば君たちにはこれから紹介する仕事してほしいな。さあどうぞ入って。これがもう一つの仕事。これは何をやってるんですか？見ての通りさ、何にもしてない。座ってるだけ。これは楽だぞ。スケア、こんな仕事あるわけねえだろ。それがね、さっきの装置を動かす重要なエネルギーを採取してるんだね。エネルギー？うん。人間から取ってるんですか？大丈夫、痛くないから。本当だって聞いてみればいい。あ、リクが起きたようだ。マルさん、どうも。ルイ君、毎日頑張るね。今日で100時間だよ。そりゃすごいや。もうお金は十分貯まった。これで死ぬまで遊んで暮らせるよ。じゃあね。うん。大丈夫か？死んでる。だから遊ぶ時間は残しておけってあれほど言ったのに。この人何をした？自業自得さ。あ、言うなれば、そう、過労死ってとこかな。こっちの仕事はね、時給は格段にいいんだが、その分寿命が縮むんだよ。ふざけんなよ、みんなを騙したな。ふざけても騙してもいないさ。雇う前にちゃんとリスクは説明してやる。いや、君たちにもこれから説明するとこだったんだよ。脳が異常に縮んで死んだ人間が何人も見つかった。みんなここで働いてたんだな。人間は欲深いからね、すぐ人手不足になっちまう。困ったもんだ。どう？リスクあるけど時給はすごいよ。やってみない？起きろ、起きてくれ、起きて、みんな起きるんだ、みんな起きてくれ、起きろ、おい、起きるな、起きろ、おい、何するんだ、動くな。物騒だな、何なんだ君たち。お前こそ何者だ？脳のエネルギーを蓄積する装置なんて聞いたことがない。貴様人間じゃないの？それがどうした？人間じゃなきゃダメなのか？どこから来た？マーキンド星。やはりエイリアンか。この装置は侵略兵器なのか？すごいすごい、よくわかったね。俺はお前みたいにふざけたやつが一番嫌いなんだよ。真面目に言ったんだがな。ケイ、ここは俺に任せろ。お前は他の人たちの作業を止めてきてくれ。地球を侵略しようったって俺たちがそうはさせないからな。
彼は勘違いしてる。私は侵略なんかしないよ。そんな野蛮なこと私には向いてない。何を言ってる。私はビジネスをしてるだけさ。商人だからね。ビジネス。そう、あれは頼まれて作ってるんだ。確かに注文通りのものを作るために私の星の科学は使ってるが、人間を無理やりに働かせるわけじゃない。ちゃんと報酬だって払ってるぞ。それがいけないのか。当たり前だ。侵略兵器を作るのに手を貸している以上お前も同じだ。だったら彼らも同じだな。彼らは違う。皆さんもう大丈夫です。安心してください。止めてください。一旦止めてください。やめてください。やめてください。いいですか、落ち着いて聞いてください。皆さんが作ってるのは実はエイリアンの侵略兵器なんです。だからすぐ作業をやめてここから出てってください。何をしてるんだ、早く。邪魔しないでほしいんだけど。俺まだ3時間しかやってないし。何を言ってるんだ、あなたたちは命を削ってるんだぞ。しかも地球を侵略する兵器に利用されているだけだ。それがどうかしたの。別に関係ないし。そんなことより私たちは今お金が欲しいの。邪魔すんなよ、お金がいるんだよ。皆さん給料はちゃんと払いますからね。騙されるな、この男はエイリアンだ。エイリアンでもいいわ、お金さえ払ってくれるなら関係ないわ。ですよね。地球がどうなってもいいのか。そんなことより明日の生活の方が問題だよ。未来なんてどうせ真っ暗なんだし。そうだよ、私たちの勝手じゃんね。戻っていい。どうぞどうぞどうぞ。待ってくれ、おいみんなやめるんだ。お仕事やめろ。頑張って。待て、逃げる気か。逃げませんよ、まだ装置は完成してないし。諦めろ、お前に侵略兵器を作らせているエイリアンはどこにいる。地球を狙っているエイリアンは誰だ。それは言えないな、クライアントからの信用なくちゃいますから。喋ってもらおうか。困ったな、乱暴なことは嫌いなんですけどね。いい加減にしないと本当に怒りますよ。待て、これは驚いたな。お前があの赤い巨人なのか。それがどうした。私を倒す気らしいが、それならさっきの連中も倒すんだろうな。何、自ら望んで侵略兵器にエネルギーを与えてる奴らだって私と同罪だ。違うか。黙って俺の指示に従え。地球の滅亡に手を貸す人間、自らの命を売りに出す人間、お前はそんな連中のために戦うのか。それはなんだ、単なる自己満足なのか。違う。ここがいい、せっかくあそこまで作ったんだ。壊されちゃ大損だからな。私のお前に教えてやろう。私にあの侵略兵器を頼んできたクライアント、それは人間だ。
私にあの侵略兵器を頼んできたクライアント、それは人間だ。迷ってはダメ。あなたはこの世界の救世主なんだから。工場は封鎖され、解放された人々はまるで何もなかったかのように町へと消えていった。ああ楽だったのにな。するって、人間が突然ミイラ化して変質するとか。一体何なんだこのシャイな05ってのは。飲まなきゃ分かる。誰だって優秀になりたいじゃない。